最初に行政手続きにおける押印廃止と署名主義の見直しについてのお尋ねです。区では区民の利便性向上及び義務の簡素化の観点から慣習的な押印の義務付けを開始するための見直しを進めております。区民等が区に提出する約2500種類の様式のうち約1700種類の様式を原則として来年1月までに押印の義務付けを開始いたします。また令和4年度までを集中取り組み期間として行政手続きのオンライン化や代理手続きのデジタル化を図り、書面からデジタル化デジタルへと展開していくことにより書面主義の見直しを図ってまいります。次に区における 5G 活用の今後の展開についてのお尋ねです。区は今年度産学官連携による港 5G カンパネスにおいて 5G の具体的な活用方法を検討するとともに民間事業者と連携して新橋 SL 広場に複数の通信事業者が 5G アンテナを設置できるよう準備を進めております。今後は通信事業者に対して 5G アンテナを設置することができる保有施設の情報を公開するなど区内での 5G 通信環境の早期普及を目指します。加えて保有施設においてロボットの遠隔操作や高画質の映像を配信する実証実験を行うなど区政や地域における 5G の活躍に向けて積極的に取り組んでまいります。次に避難所の機能強化についてのお尋ねです。区は避難所における停電対策やプライバシー確保、感染症対策といった課題に対応するため冷風機や発電機、スマートフォン充電用蓄電池、パーテーション等の配布とともに協定に基づく段ボールベッドの確保など避難所の環境改善に努めております。また感染症対策として体温計やテント等の配備のほか一人当たりの避難スペースの拡大による収容人員の見直しに伴い新たな避難所の確保にも取り組んでおります。今後も避難者が安全で安心して生活を送れるよう避難所の一層の環境改善を推進するとともに避難所における通信機能の強化についても検討してまいります。次にゼロカーボンシティの表明と効果についてのお尋ねです。区はこれまで国を上回る高い水準の CO2 削減目標を設定し CO2 排出抑制の実績を上げてまいります。現在策定中の次期港区環境基本計画において2050年に温室効果ガスの排出量が実質ゼロとなる脱炭素社会の実現を目指すことを目標に掲げました。建築物低炭素化の取り組み評価などさらなる取り組みの充実を図りこの目標の着実な実現に向け、区民事業者をはじめ、国や東京都との連携を一層深めていただきます。脱炭素社会を実現することにより、区への気候変動による影響を緩和し、区民等が安全に安心して快適に暮らし、働くことのできる街が実現できると考えております。次に、SDGs 達成に向けた消費者意識向上の取り組みについてのお尋ねです。区は環境に配慮した商品等の販売に取り組む小売店を港エコショップとして認定するとともに生物多様性に配慮した商品であることを示すエコラベルの認証制度を区ホームページで紹介しております。またプラスチック製容器の回収とリサイクルに取り組む事業者をモデル店で紹介するとともにエコプラザにおいて循環型社会等をテーマとした環境革新を推進してまいります。今後も人や社会、環境に配慮したエシカル商品やリサイクル、再利用等の資源循環によるサーキュラーエコノミーの考え方を周知し SDGs 達成に向けた消費者の環境意識のさらなる向上に取り組んでまいります。次に子育て支援についてのお尋ねです。私は子育てするなら港区をスローガンに結婚、出産、育児、教育と続く切れ目のない支援策として経済的負担の軽減や保育環境の充実に努めてまいりました。こうした取り組みが評価され、町には港区生まれ、港区育ちの子どもたちが年々増加しています。さらに、安心して出産育児ができるよう、この度出産費用助成金を増額することといたしました。現在、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、子育て中の家庭を取り巻く環境は大変厳しい状況となっております。コロナ禍においても港区のすべての子どもたちが伸び伸びと健やかに成長できるよう引き続き子どもとその保護者を全力で支援してまいります。次に福祉総合窓口におけるケアラー支援についてのお尋ねです。介護等の現場においては支援を必要とする本人だけでなく援助する
各福祉部門の相談員が情報を共有し、包括的な視点で支援に取り組むことで、支援を必要とする本人の課題の解決はもとより、援助する方の心身や生活状況に合わせた負担の軽減に努めてまいります。次に、別居中、離婚前の一人で子育てをする家庭への支援についてのお尋ねです。離婚を考えている別居中の親に対して、今日はこの年度から、教育で離婚後の取り決めを促すための裁判外紛争解決手続き、ADR を利用する際の費用の助成を開始いたしました。また、10月から離婚に関する弁護士相談を開始したほか、来月11日には、民間事業者と共催で、離婚後の生活や公的支援などについて理解を深めていただく講座をリーダーで開催するなど、取り組みの充実を図っております。配偶者が DV を受け、子どもと共に避難している親については、DV 被害者を支援している民間団体や弁護士、警察などと連携を図りながら、その把握に努めるとともに、各種支援に適切につなげてまいります。次に、産後ケア事業の拡充についてのお尋ねです。まず、産後母子ケア事業についてです。区は本年4月から施設に宿泊しながら育児指導等を受けられる産後母子ケア宿泊型のショートステイ事業を開始をいたしました。11月24日時点で122名の方が登録され、50名の方に利用をいただいております。産後4ヶ月を過ぎた対象者を受け入れるためには、受け入れ可能な施設の確保や施設スタッフの人材育成が必要なことなどの課題があるため、早期の拡充は難しい現状です。本事業は開始初年度でもあり、妊産婦への制度の周知を徹底するとともに、委託先の施設と連携し、年間を通じて安定したサービスを提供できるよう努めてまいります。次に、産後ケア事業についてのお尋ねです。区は家庭に出向いて支援する産前産後家事育児支援事業において、出産後育児不安や困りこと等の専門的なケアが必要な約120日間の支援対象期間としております。低出生体重児等で入院期間が長期化する場合や、メンタルヘルスなどさまざまな事情で特に支援が必要な世帯に対しては、120日を超えた場合も養育支援訪問事業により、細かく支援しております。早産など、母親が育児上の不安や困難を抱えやすい状況を支援するため、母子保健法の一部改正に伴い、産前産後家事育児支援事業においても、早急に期間の延長を検討しております。次に、会社ビジネスにおける新型コロナウイルス感染症防止対策についてのお尋ねです。今日は会社ビジネスの感染リスク低減を図るため、みんなと会食の7回と独自に作成し、ホームページや GoToEat キャンペーン等々の応募はがきと合わせて配布するなどの情報発信に加え、児童規制防止の巡回指導では、オンライン研修動画の周知も図るなど、さまざまな機会を捉え、効果的な取り組みを推進をしております。商店街などの事業者に会食マナーガイドのさらなる周知を図るとともに、外国人が多く居住する区の特性を踏まえ、同ガイドの優しい日本語版を作成し、大使館を通じた外国人向けの周知を強化するなど、会食時の感染症防止対策を一層推進しております。次に、非接触による中小企業向け相談や申請手続きの迅速化についてのお尋ねです。これまで会場のみでの会社としてきた中小企業向けセミナー等を、本年10月からオンラインでの参加も可能とし、オンラインでの参加であっても双方向での対話や複数の参加者とのコミュニケーションを図れるよう利用しております。さらに現在対面で実施する商工相談などについても、営業時間などの理由により日中来場することが難しい事業主の皆さんがオンラインで経営相談や申請をすることができる仕組みを実用化し、新しい生活様式に合わせた非接触による中小企業向け相談や申請手続きの迅速化を実施をしてまいります。で、最後に法改正を加えた老朽化マンション対策についてのお尋ねです。今日は老朽化マンションの建て替えを促進するため、平成26年度施行の改正法に合わせて業績率半端の許可要項を定め、これまでに2件の適用をいたしました。また、敷地売却制度では3件の事業実施手続きを進めております。本年の2月の法改正では、耐震性不足だけではなく、外壁が剥がれ落ちる恐れや、火
災に対する安全性が不足した老朽化マンションにも適用が拡大されました。区は今後騒音に向けて情報の収集に努めるとともに、管理組合からの相談に迅速かつ丁寧に対応してまいります。よろしくお願いのことをお願いいたします。教育に関わる問題については教育者からお願いいたします。ただいまの公明党議員団を代表しての池田武史議員のご質問にお答えいたします。学びのスティーム化についてのお尋ねです。スティーム教育は強化横断的な学びを一社会で生かせるようにすることを目的としています。今年度教育委員会は経済産業省の未来の教室実証事業に参加し、スティーム教育の実施を希望した小学校5校において学びを題材にプログラミング的思考を用いて作戦を考える授業を実施しました。また昨日は全ての小中学校の教員を対象としたスティーム教育への理解を促進する研修を行いました。今後、港科学館で開催する事業においても、レゴブロックを活用したプログラミング講座の実施など、科学的探究心を育む教育活動を充実させ、学びのスティーム化を一層推進してまいります。よろしくご理解のほどお願いいたします。次に27番風見俊夫議員。